NEC のナノエレクトロニクス研究所はナノテク2009において薄型有機ラジカル電池を紹介しました。この電池は有機ラジカルポリマーという電子が1個欠けた状態でも安定な、ポリマーの三関係に基づき自由放電をしているものでございます。この電池の特徴といたしましては主に2つございまして、1つ目が、非常に柔らかいフレッシブルであるということでございます。これはラジカルポリマーが電柱でゲル状になっているために非常に柔らかくなっております。例えばこういうものでございます。もう一つの特徴が高出力ということでございます。これは、このラジカルポリマーの三回転速度が非常に速いために高出力が可能になっております。例えばこの小さな電池で1アンペアの電流を取り出すことができます。薄くてフレキシブルな薄型有機ラジカル電池は IC カードなどの高機能化に役立つと期待されています。また高出力を活用した応用としては LED フラッシュなどが考えられています。課題はですね、信頼性、特に温度などの信頼性に、幅広く応えたいと思っております。また低コスト化を進めていき、十分にお客様の低コストのニーズに応えられるようにしていきたいと考えております。 Digging for News.